すごい住宅を発見しました。これはねもう間違いなく空き家です、廃墟ですよ。ほらこれゴミとかそのままになってる。これみんなが持ってきて捨てたんでしょうね。これさ消火器とかも結構昔の形やね。これね、うん、同じ作りの家が4軒あるんですよ。こうやって裏から見たらねそんなにねなんか凄さは分からんけど、見てんこの明かり、昭和ってか虫がすごい。ここ、これでも築前からはあるけど、多分この家は相当古いって作ったの。そうやね、これ昭和40年代とかの家じゃない作りが。これが駐車場だったのか。これ駐車場やったとかやね、きっと。うん、いやー分からん。これもう繋いでないよ。うん、繋いでない、住んでないやろ。もう全部窓とかもほら塞いであるもん。すごい、ここだけ浮いとる家が古くて。これすごいね、昔の街灯やん。さあすごい駅です。天城鉄道、天鉄ですね。よし、これ、ね、普通に無人駅、普通に無人駅。かわいいよほら、これ手前が立ち洗い、そしてその先が天城か。天城で終わり、どこまで行くっちゃろうね。天城まで。もうさ横が田んぼよこれ。本当に何にもないね。のどか、ちょっとこれどんなん来るか見てみたいね。でもそげんこんめん、あれがついたやつじゃないかね。なんそれ。あ、ねえねえ、あ、意外に走っとるよほら。朝晩のていうか見て、結構出とるよ。もう1時間。え、次何分が来るの。14時。あ、12かだけん。あ、天城やろ、そして木山、木山まで出とる。やす、天城、木山。うん、あら、こんなの知らなかった。これこんなんが走っとるった。あ、おぼおりとかもね。あ、おぼおりに行くんだ。うん、だけどさ、これ泊まるところって意外に観光名所とかもあるしね。でもこの電車は乗ったことがない、すごいね。これ駅の看板、出発する。そしてさっきの高田駅の隣、立ち洗い駅。ここの地区はね、立ち洗い飛行場で有名になった地区ですよ。これ
前さ、陸軍のだけ飛行学校とかあったっちゃう、うん、そうだね、ここからあれ、うん、あの特攻隊のここに次を特化したんやね。だって多くの軍人が犠牲となりましたって書いてあるよ。それは爆撃だよね。そうそう、爆撃受けたんだから確か。立ち洗い、そうそう、そしてここが立ち洗いレトロステーション。これほら、天鉄に使用していたレールだって。だってこれ本物、このレールは本物よ。これはね、これ本物よね。このお店のさ、上に飾られとっちゃう。これでっかいよ。これ練習機、練習、へー、それがこの上に展示してあるやつ。落ちてきたら、でもでっかいね。今の戦闘機、おー、こんなねえ、ちょっとここ中行ってみよう。じゃあレトロステーションの中ちょっと見ていきましょうか。あ、これ私も持ってる。すごい、昔の昭和のいろんなコレクションとか記録が残ってますね。すごいね。あ、よく廃墟にあるテレビだ。廃墟に行くとね、結構あのこんなの残ってますね。私このテレビが好き、かわいい。あ、すごい、いろんなコレクションが。すごいね、これ昔こんなのがあった。あ、これすごい、なんか電話機みたいな、でも電話じゃない。懐かしい、このテレビ、うん、なんか自分たちの時代じゃないけど、うん、これおしゃれ、ナショナルか、うん、昔のものの方がでもおしゃれですね。センスがすごくいいデザイン、うん、そうなんですよ、ハイカラすぎて、うん、このやっぱりこのアナログがいいんですよ、ね、すごいコレクションでも懐かしいものばっかり。うん、こっちも見ていいですか。あ、鉛筆削りとかある。あ、すごい、昔使ってましたよ、あの手動のやつね。私は今51歳なんで、昭和45年生まれだからこういう世代ですね。はい、すごい。でもその昔はもっとすごいものがいっぱいあったんですね。へー、ゴエモン風呂でしょ。どこ、外、うん、私ゴエモン風呂が大好きなんですよ。あ、こっちもあるんだ、すごい。お邪魔します。あ、懐かしい、ほら象印とかさ。これは結構最近まであったよ、これ、うん、私たち、あ、でもあったか、うん、ほら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 、ゴエモン様。あ、これすごいね、木でできてる。どっちが、こっちが古いでしょ。これっていつの時代ぐらいの。相手同じよ。へえ。これはあの、まあ、なんてこう薪じゃなくて石炭、うん、あ、石炭で入るの。石炭ね、うん、でもお風呂の中とかにさ入ったら足んとことか熱いっちゃない。なんかしかんとダメっちゃろ。これは熱いじゃないけどね、こっちは全然熱いから大変。
これ大変そうやもんだって入るの、うん、しかも一人でしか入れん。そうよ。そうよね。あ、こうやって木を沈めながら入るったいね。綺麗な感じで沈まない。え、じゃあ時々やけどとかもするっちゃない？しまいに下駄履いて入ってって。あ、下駄、スケタ履いとけば、もう間違いないね。子供の時は二人で廃墟だったからね。これ、この間廃墟にあった。よく廃墟にある。これって、いつぐらいのものですか？それは、やっぱ大正10年かな。大正、うん、へぇー。これ、三口とかもあるもんね。うん。で、これがね、うん。海で作った尺子。ああ。海尺子っていうでしょ。今でもこれで海じゃなくて。あるある。今でも食事のこと解釈してるんです、うん、あ、昔はこうやってこれ解釈作ってる。すごいアイデアやね、うん、へぇ、戦時中にやっぱ金がなかったからね、うんうん、金属類がないからこういうの、あ、こういうのを利用してね、うん、すごいね、昔の人ってね、うんうん、へぇ、この手洗い場とかもよく見かける、うん、これすごい、このかき氷機、これもたまに見かける。これも80年、60か、80か。あ、この冷蔵庫ってあれでしょ、氷で冷やすやつでしょ。こういう子供の頃、すごい、電気はいらない。でもさ、そんなに冷えんちゃうね、これ、うん、そうよ、だけど溶けてしまうね。先のお客さんもいいよ、氷も買ったけど冷えなかったでもまだ入れんよりはマシだ。大変やけん、うん、これしかなかったな、ないかね、うん、だけどこれのね、うん、あのあれを一緒に入れれば冷えるから、うん、この中に一緒に入れたらここに、うん、ここに入れる。そこが意外にでも入るったね。ところがそしたらね、うん、すぐ溶け、溶けでなくなる。ああ、結局ね、うん、街中に氷屋さんがいっぱいありましたよ。燃料屋さんって言ったけどね、そう、レンタンとかたどると氷と、うん、ね、このパン焼きって何？パンを焼く機械？うん、これはね、終戦直後にね、うん、国の方のね、うん、戦時中に各家庭の炊事とか全部戦争に持っていかれたよ、うん、その代わりにね、うん、この金はあの飛行機を作ってるジュラルミンチパン、いっぱい飛行機作るの余ったんでね、うん、家庭用にね、うん、使ってもらう。え、これ配給されたの？全部、各家庭に全部粉をね、焼くために。へぇ、トウモロコシの粉とかなんかそんなのしかなかったんじゃない？あ、そういうの、やっちゃったった。こういう船と、普通の、うん、七輪、七輪知ってる？あー、七輪知っとるよ。七輪が揚げてね、うんうん、米を入れて、水入れたご飯ができる。うん、何これに炊くんですか？うん、これから芋を焼く、焼き芋ができるし。あ、意外に便利やん、これ。蒸したり、うん、ね。で、火が直接来るからね。うん。これ全部出る。あ、なるほど。すごいね、ちゃんと、いいアイデアやね。ちゃんと調理する。すごい、昔の調理器ってすごいね。すごい。これ、勝手に全部買える。じゃあ、その当時はみんなこれ持っとったみたいね。へー。すごい。昔の暮らしぶりがここに来たらね、すっごいわかるんですよ。あ、懐かしい、こういう、いや、これも廃墟によくある。昔こんな水筒持っとった私たちの頃みんなこんな水筒ですよ、ね、え、あ、これ特攻隊、ね、うん、特攻隊で最後のお金の退去の場所、うん、へえ。でも、ね、特攻隊の人ってさ、でも親とね離れる時に辛かったやろね、お母さんとかね、うん、でも絶対行かないけんちゃんね、そうね、うん、大体志願だからね、お国のためっちゃろ、志願兵、うん、お父さんね、これお父さん、うん、手伝い兵が県官行った、そこの、うん、前の紹介行った、え、ま、前はね、だいぶ前に行った。ああ、そこの機材を全部ね、うん、給付したんよ。あ、そうなんだ。ね、お父さん、あれじゃないの、音楽館とかもそうでしょ。そうそう、え、私この前行ったよ、お話ししましたよ。そうね。うん、あの黒川のね。うん、で、はい、あの廃校はお嬢さんがやってて、ね、お嬢さんの廃校は撮影させてもらった。あ、あ、すごい。いや、でも私昔の特攻隊の人とかの手紙とかのもさ読んだけど、すごいよね。なんかでも我が子がさそれに行くとかなったら、でも耐えれんね、うん、
うん、その頃はあれけど、そういうあの国やったからね、新国、うん、日本やったんです。そう、愛国心と、うん、わあすごい、ここはここの近場ですね、うん、あの戦時中の19年 の, あの3回のビビ塾の爆撃の時ですね、工場と第4連隊 の, あの記念の全部あの宿舎やられたんですけど、あの弊社はやられたんですけど、この昔の国鉄のですね、その兵隊を運んでいったこの地下道なんですけど、ここからみんなその当時のあのパイロットは出陣していってたんですか。すごい。これからずっと降りてきてですね、で向こうにホームがあるんですね。でホームまで行くのにあの上がなくて、ここを全部通っていって、駅があの友人の日だったもので、ね、駅長がおって、でそこを通ってここから大体300メートルか500メートル単位で、え、じゃあここって立ち洗飛行場が頃からあったんですか。ね、すごいもん。え、すごいよ。ここから総勢そうですね、1万人ぐらいの、あのそんなに危機があったと思うんですよ。最初から終わりまでの。そんな人たちがこの道を通って、すごい。それでどういうふうな感じかというとですね、はい、その昭和のですね、戦争があの始まった時ですね、昭和16年の、うん、あのあそこの太平洋戦争が入る前からあるんですけど、その時にここから今はですね、あの当時国鉄のこれは地下道なんですけど、それから JR になって、でそして今は第三セクターが走ってるんです。で今向こうは待合室作ったんで、これ一番上までホームが上がれなくなっちゃったんですけど、これがずっと階段が一番上まであって、でここに出てくるんです。はい、出てきた、ここに出てくるんだね。はい、ここだからこの上のやつがこれなんですね。うんうん、でここに出てきて、ここに上がってくると、当時はあのこういう機関車が、うん、あの待ってまして、うん、でこの客車をつないで機関車に乗ってですね、ここから出陣する時ってほとんど最初の頃ってまだ日本があの戦争が始まった頃なんで、勢いがすごいあったので。みんな南の方へ進駐していくんですね、うん、その時にここから行くと、これからあの鳥栖の方に行って、鳥栖から、うん、あの博多を経由して門司港まで行くんですね、うん、あの特別列車で、そしてその門司港から当時の駆逐艦が待ってまして、護衛艦と一緒に、でそこに乗り込んで、台湾からそれからインドネシア、タイっていうふうに、あの昔ラバウル航空隊とか有名なのあったんですけど、そういうところの飛行場に向かって、ここで訓練を受けたパイロットが出陣していくんですね。で最初の方はずっとそういう形で南へって進駐していくんですね。そしてあのだんだんあの勢いがあった頃は良かったんですけど、今度は負けてくるんですね。あのウィグウェイも含めてあの負けてきて、だんだんあの今度は引き上げ、向こうがこちらの攻めてくる方へ、こっちは受け身になっちゃうんで、そうすると今度は南に進駐するよりは国土を守らなきゃいけないということになって、内地を守らなきゃいけないっていうんで、内地の一番頭になるのが沖縄なんですね。で沖縄戦に出陣するためのパイロットをここで訓練するんです、うん、でその最後の方に特攻っていうのが発案されて、特攻隊がすると、特攻隊っていうのはここで訓練を受けてここから出陣するんじゃないんですね。ここから行くと沖縄までだいぶ距離があるんですよ、うん、それで当時の飛行機だとここだとあの沖縄まで行くのに途中で給油しなきゃいけないんで、うん、であのここで訓練を受けたのが同じようにこういう列車に乗って、今度は南の方のチランっていう有名な特攻基地は鹿児島のチランっていうところがあるんですけど、チランとかあの近所の特攻基地いくつかあるんですけど、そこにあの送られて、そこから用意された飛行機に乗り込んで、あのチランからあの鹿児島から沖縄はあの距離的に十分あの給油せずに行けるんで、で特に特攻ですから、知覧から飛び立つ時っていうのはもう帰ることを予定してないんで、それで片道燃料なんですよ、うんうん、片道燃料をするとその分軽くなるから、うん、その分あの胴体にあの大きな爆弾を
一発からって、うん、でその爆弾をからったまま沖縄戦に入っていって、うん、で沖縄であの敵艦隊のこう目標を見つけたらそれに向かって突っ込んでいくというのをここで訓練してる、うん、だからここで訓練して最後の方って最初の重傷は16年頃には優秀なパイロットが訓練を受けて、よかれん上がりのパイロットも含めて大体3年とか5年とかいう訓練を受けたパイロットが出ていったんですね。だん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 あのもう最後の方の特攻隊になると年齢がにだん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 あの若干もう下がってきて16から18ぐらいの、16ってまだ高校生とか、そうそう少年飛行兵なんですね。ねで少年飛行兵の場合はあのこれも志願なんですけど、うん、第1期生から第15期生まであるんです、うん、あの修正になるまで、で第14期生までがほとんど90何パーセントの方がもう特攻で亡くなって戻って見えてない生き残ってないんですね、うんうん、で 15期生の人がですねかろうじて生き残ってます。なんでかって言ったら15期生の人って昭和20年の特攻予定なんです、うん、で8月の15日にあの終戦になるじゃないですか。で終戦の前の日に特攻に行った人もいるし、うん、終戦の次の日8月の16日に現地にいて、うん、その終戦知らずに特攻を使った人もいるんですけど、まあ、たまたま8月15日以降に予定してた特攻隊の人は生き残れたんです。うん、で、あのその方たちがですね、そうですね、今から10年ぐらい前に、あのその頃ここ平和記念館ってここやってたんですよ。最初に私たちが。でここで平和記念館と地下道を皆さんに見てもらってて、でその時に15期生の人が来られて、で毎年その皆さん自分たちは生き残ったけど死んだ人のあの。慰霊祭をしたいんでやってますけど今年が最後になりますって言われたんですよ、うん、もう自分たちが高齢なんでできません、ね、おいくつですかって聞いたらですねその時は89でした。あ89、90でした。だから10年前ですからもう今生きてあったら100だからほとんど亡くなられてあると思うんですよ。その最後の15期生の人がその、ね、そういう形だったんですよ。そういう形でここからその出陣したというこれが今もそのまま残って当時のままの姿で、これすごいですよ。当時のままって本当頑丈。結局爆撃増えるから全然ね、うん、駅だけであの乗っ払うえここ自体はいつ作られたんですか。昭和の頭ぐらいなんですかね、うん、だから早いんですよ。へどうしてかったらあのそこのあの飛行場がですね、大正の終わりぐらいからあの建設に入るんですね、うん、であの最初の頃はあとそこで年表を見てもらったら分かるんですけどここ民間飛行場として、うん、あのここの飛行場活用されてた。あ昔は民間だったんだ、うん、で途中は民間だからJR とかなんかそういうのを使ったんじゃなくて個人的なあれですよ。いや日本の今でいうあの JAL っていう、うん、日本航空ってあるじゃないですか。またそれも前身 の会社があってそれが東京から東京第一飛行場とか使ってたんじゃないですか。ガンロスとかのいやあのその頃はですね、うん、あのメインが民間飛行機が離発着してて、はい、それからだん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 戦争の方に傾いてきたので、うん、陸軍が専用の飛行場として、うん、あの専用して使うようになったんで民間飛行機が飛んでた。そうなんだ。これそれがですねあるんですか。なんか資料がここがですね、あ、書いてある歴史が。だ大正のこの辺からあのして調査が入って、うん、で完成したのが大正8年の10月です、うん、であのここのここですけど、うん、昭和4年日本航空輸送ってこれ今の JAL の前身の飛行、うん、会社ですけど立原首相が開設して、うん、で東京から飛行機を飛ばして民間飛行機して福岡に飛行場がなかったんで、うん、でここの立原に来るんですね。
で立ち洗いでお客さんを乗せて、うん、そしてそのままこの韓国のウルサンっていう飛行場に行くんです、ね、でそこでまたお客さん乗せて中国の大連まで飛ぶんですけど、これあの民間の国内線なんです。これ韓国大連まで行って、はいはい、どうしてかったらもうすでにこの時あの日本が朝鮮に、うん、あの進駐して、うん、中国にも進駐してきたん で、うん、でこの飛行場もあの日本の飛行場として使えたんで、うん、パスポートなしで行けたという極端に、すごいね、うん、民間飛行機が飛んでましたという。で、あのだん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 12年、13年、14年この辺になってくるとですね、これ有名や、渡辺鉄工所ってなんか有名よ、うん、そうですか、有名、うん、で、こので、あとこういう立ち洗い製作所という形になるぐらい有名なんですけど、でこの辺からがだん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 そういう雰囲気になってきて、ここの昭和15年に飛行第4連隊という、うんうん、ここにこっちに引っ越してくるんですね。そしてここあの昭和15年に立ち洗い陸軍飛行学校っていうのができるんですね。この辺が昔は結構な街だったってことですね。すごかったです。